黒笛ガラスは、スズメメ笛ガラス科に分類される鳥類の一種である。体長は47から49センチメートル。羽毛は黒色。お葉の先端に白色の帯があり、初列カザキリの先端が白色。交際は黄色。私有動色。笛ガラスと同一種とみなされることもある。オーストラリアのタスマニア島及びその周辺の島。生態もまた、 笛ガラスによく似ている。一般に低重性であるが、秋から冬にかけては群れで行動し、高地に生息する黒笛ガラスは低地へと移動する。長距離を移動する際は群れで行動することが多い。食性は雑食性で、好み、果実、昆虫などの無脊椎動物、鳥の卵やヒナ、トカゲなどを地上や樹上で採事する。繁殖期は春で1回23。 4個の肺荷主の反転のある、赤葛色の卵を産む。ヒギンズ、ピーター・ジェフリー、ピーター、ジョン・ M ・カウリング・ SJ、ハンドブック・オブ・オーストラリアン、ニュージーランド・アンド・アンタークティック・バーズ、ボリューム7、ボートビル・ズ・ストリングス、P552 メルボルン、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、ISBN978 から0195539967。ありがとうございます。